これは今月24日、松江市内で撮影されたドライブレコーダーの映像です。国道431号の片側1車線の道路を走行中、対向車線の車がいきなりハイビームをして道路脇に寄ると、次の瞬間、後ろを走っていた軽自動車が反対車線を完全にはみ出して追い越してきました。対向車とは衝突寸前、車体には初心者マークも確認できます。ハイビームとクラクションを鳴らされて、最初は分からず周囲を確認して、で右側を見たら隣にもすぐ車がいましたので、これはもうぶつかると思ってすぐブレーキを踏みましたね。軽自動車はこの映像の前にも車を追い越そうと反対車線を逆走したり、車間距離が近かったりと危険運転を繰り返していたといいます。とても怖かったですね。対向車の方がその左側に寄ってくださって、減速して止まってくださったので、それがなければもう正面衝突でしたね。またその後も速度超過や前の車を煽る様子が見られたということです。